はい、皆さんどうも T 島です。では今回もメタルギアソリッド5ファントムペイン続きやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。で前回の続きですね、シャバニを救出しに行く途中、多分ここを抜けたらそのターゲットシャバニが囚われてる場所に着くのかな。今じゃないよね。あれ、ディディついてきてないけど。あれ来ない。あれ、ディディ何やってんの？そう、マジで通れないのか。っていうことはこっから先リリー連れて行けれないの？よしよし、ちょっととりあえず行ってみよう。ちょっと DD がいないと厳しくなりそうな感じもするけどな。目的地に着いたな。バーゲットを探してくれ。無事だといいが。お、いたいた。お、びっくりした。最近撫でてないからてっきり不機嫌なのかなと思った。さてリリー、敵はどっかにいるのかな。あれ、なんか誰もいない感じか、もしかして。ターゲットあっちか。お邪魔します。なんか誰もいない感じなんですけど、勝手に入っていいのかな。いつ敵が出てくるかわからないんでね、ちょっと慎重に行かないと。あ、車両がある。回収しとこう。で、何かいそうな感じがするけどな。まあいいや、とりあえず行ってみよう。ここまで厳重な警備だったのに、ここに来て兵士が一人もいないっていうのはちょっと逆に不気味なんですけどね。これも回収しとこう。あー、でもここら辺はなんか入れなさそうな感じだな。とりあえずなんかターゲットがいそうなところに行ってみようかな。じゃあ、あ、この上か。この階段から登っていけばいいのか。なんか誰もいないような感じだけどな。あ、資源。あれ、誰もいない。
予測範囲でも広いからな。ちょっと他探しに行ってみようかな。じゃあシャバにはどこに行ったんだ。なんか DD も別にこれといって反応してないし、なんだこれ。だから血が流れてんのか、なんかオイルかなんかか。とりあえずこっち入ってみよう。あ、お邪魔しました。絶対やばいんじゃないこの中。いやでも入らないとダメみたいな感じだし。うわー、そこら中なんかこれ多分血じゃないかな。血がなんか薬品とかも置かれてあるし。なんだここは。おお、びっくりした。なんか動いた。なこれ、なんか今ピクって動いたけど。この先か。絶対なんかあるだろうこの先。お邪魔します。あ、なんかいる。ごめんカズ、イベントかなんかムービー始まっちゃった。何これ、これなんか油田で見たのと同じような症状になってる。うわ、なんかいっぱいいる。気色悪。なんかの実験施設かなんかか。え、どれがシャバに。うわ、ネズミが。お、いたかな。
シャバにお前の仲間に頼まれた。オーバーナトード。ニゴイベ、ケヴァン。魔物。お前か。ここで焼け死ね。なんか久々に出てこないなと思ったら、よし逃げよう。おお危ねえ。あれは伝説の金魚の糞、燃え盛る金魚の糞だ。あ、これいけるのかな。おいー、あ、どうやって封じるの。おお、そうだ、スプリンクラーでなんか動きが止まったりしてたな。あ、どこ行った。友達を欲しがる金魚の糞で、チャンスだ。奴はあんたを見失っている。あたりに奴を足止めてきそうなものはないか。何もないですけど。すぐにヘリを送る。だがこのままだと降下中に撃墜されるぞ。なる。ヘリの到着までに奴の動きを封じるんだ。え、どうやって。何も持ってきてないんだけど。こちら P コード、まもなくランディングゾーンに到着する。グレネードとかでなんかできるかな。こちら P コード、ランディングゾーンに到着、待機する。あれどこ行った。あれいなくなった。え、
水か、こっちの方に来ないかな。どうやって封じようかな。なんか向こうの方に行ったな。チャンスだ。ヤツはあんたを見失っている。あたりにヤツを足止めできそうなものはないか。それがないから困ってるんだよ。これで行けるのかな。ダメかな。もう武器も何もないのに。やばい。厳しいな。あ、間違えた。やられる。デコイじゃない。危ねえな、こんちくしょう。これでも暗い。やったか。よし、今のうちにヘリで離脱するんだ。早く迎えに来てくれ。やつが動き出す前に。早く早く早く。ダメか。ああ、どうしようかな。ヤツはあんたを見失っている。あたりにヤツを足止めできそうなものはないか。よし。あー、でも飛んだし。足止めできそうなものがないから困ってるんだよな。よし。よし。今で4000に見つかった。来るぞ。おお、マジでか。すぐにヘリを送る。だがこのままだと降下中に撃墜されるぞ。ヘリの到着までに奴の動きを封じるんだ。危ね。こちら B コード、ランニングゾーンに到着、待機中。おお
怖っ。よいしょ。これ絶対投げることできないね。うわあ。やばい、また追撃される。封じるものがないから困ってるんだけど、ああどうしようかな。やばい、こっから下は落ちたら死ぬな。よし、今のうちにちょっと装備変えれないかな。チャンスだ。奴はあんたを見失っている。あたりに奴を足止めできそうなものはないか。よし、ショットガン。 Please select a drop supplies requested。 ショットガンならいけるかな。よし、早く早く。早く来い。よし、おお。2発か。微妙だ。ヤツが消えた。天が味方した。ボス、そこから離脱してくれ。あ、そうなの。せっかくショットガン持ってきたのに。 Please select a support helicopter requested。 ED、 おいで。おい、ビリー、どこに行こう。こちら P コード、まもなくランディングゾーンに到着する。こちら P コード、ランディングゾーンに到着。ああ、怖かった。よし、ビリー帰るよ。あれ、上昇開始。うわ、焦った。もうこのまままたやられるかなと思ったけど、まあなんとか本当に天が味方してくれました。あ、やっぱりなんか打撃系の武器は1個ぐらい持ってった方がいいのかな。戦闘ヘリのこともあるし、またこういうふうにいきなり突然戦闘になった時、多分まあ殺傷できないやつだと厳しいかな。お、なんかトロフィー手に入れたな。はい、では今回はこの辺りでちょっと動画を閉じようかなと思います。なかなかね、もう久々にあの燃える男ですかね、見ましたけど、やっぱり水でないと倒せないみたいですね。倒すのかどうなのかわかんないですけど、まあ次回、まあ多分次の21ですかね、はちょっとどんなのかわかんないですけど、まあ内容を見て、まあ殺傷系の武器ですかね、できるだけまあ殺さずにずっと今まで来てはいるんですけど、
まあそのミッションの内容とか敵の、まあどういうような敵が出てくるかで、まあちょっとまた決めようかなと。で、まあ、あのバディの方も、まああのクワイエットとかディーウォーカーですかね、親密度上げて、まあいつでも使えるようにしとこうかなと思います。はい、では今回はこの辺りで動画を閉じようかなと思います。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。それじゃあ、またねー。やはり奴はアフリカにいた。あんな化け物まで使ってこの地で暗躍している。だがあのゾヤ・バリアブルは一体何だ。人間の首にはイヤホンが埋め込まれテープから音声が。それにあの胸の症状、油田で見た死体に似ていなかったか。スカルフェイスはアフリカで何を進めようとしているんだ。現地の音はモニターしてある。これを解析に回して徹底的に調べ上げる。するという噂がある。脳も現地で核開発にも関わっているようだ。俺はそれがサイファーの関係者ではないかと睨んでいる。証拠はないが、スカルフェイスがこの地域の PF を利用して暗躍していることは確かだ。ちょうどその視察に関係する依頼が来ている。端末で確認してくれ。